ラッパーと言ったらやっぱりド派手なアクセサリーのイメージってありますよね。極太のチェーンにこれでも買ってぐらいダイヤモンドをつけたり、歯に直に宝石を埋め込んだりと、とにかくド派手な格好をしています。そして今までうっかり取り上げていなかったのですが、腕には光るブリンブリン、そう、腕時計です。ラッパーたちはネックレスやグリルズ以外にも高級腕時計をカスタムして超ブリンブリンにしているんです。ということで本日はラッパーたちの超高級カスタム腕時計の値段について紹介していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。キヨカラッパー EJ ことエイジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに接するお話をしていきたいと思うんですけど、本日はですね、冒頭でお話した通り、ラッパーたちのね、時計ね、カスタムしてる、まあね、その高級時計っていうものについてお話していこうと思うんですけど、あのね、今までね、そのファッションとかネックレスとかいろいろやってきたんだけど、うっかりね、あの時計やってなかったので、今回はですね、このね、ラッパーたちのカスタムしまくった、まあ、超高級時計っていうものをご紹介していきたいと思います。ということで本編こちらになります。どうぞ。ということで本日はラッパーたちの超高級カスタム腕時計についてお話していきたいと思います。まず一人目はウィズカリファ。0年代のヒップホップファッションのカリスマ、ウィズカリファはゴツゴツのジュエリーというよりはシンプルにまとめたスマートなファッションを好みます。そんなウィズカリファの時計コレクションはたくさんあるのですが、特に気に入っている時計がこちら、ロレックスデイデイトオイスターパーペチュアルデートジャストイエローゴールドバージョン。こちらのウィズカリファの時計は文字盤の数字がダイヤモンドでカスタムされており、もともとはこちらの時計なのですが、なんとこちらの時計の価格は400万円、そしてさらにカスタム費に300万円以上かけているということで約700万円ほどになります。しょっぱなから700万円ですね。正直言ってこっからわけわかんないですよ。それではお次のラッパーはこちら、エミネム。エミネムは他のラッパーに比べてそんなにド派手ではないですからね。そんなエミネムの時計はこちら、ロレックスデイデイト。やはりエミネムらしくダイヤの装飾はないのですが、ベルトの部分は全てフルカスタム、ゴツゴツとした岩のような部分は全て18金。カスタム費用は約240万円とダイヤを使うよりは安くなりますが、こちらも全て合わせると700万円近くになります。しかしエミネムは実は G-SHOCK が大好きで、 G-SHOCK コレクターでもあるんです。そのため G-SHOCK のブランドアンバサダーも務めており、以前 G-SHOCK との限定コラボも出したことがあるんです。それがこちら、 DX6900MNM1。 ボディはマットなブラックで、G とエミネムのロゴが赤というとってもシンプルなデザインです。これすっげーエミネムっぽいですよね。ちなみにこちらは限定発売ということで、すでに生産は終了しているのですが、売っていないかなと思ってちょっとリサーチしてみたところ、海外のサイトで1260ドルで販売していました。まあ日本円にすると14万円弱って感じですかね。まあなんか700万円の時計とか紹介してたらすげー安いじゃんって感じるけど、まあ普通に高いっす。ではお次はこちらのラッパー、リック・ロス。リックロスといえば自分の顔をバカでかいチェーンにしたりとブリンブリン大好きなイメージがありますからね。いや、自分の顔をアクセサリーにするって感じなんですけど、ああこいつもやってたか。そんなリックロスの腕時計がこちら、ウブロビッグバーンを3カラットのダイヤモンドでフルにカスタム。とはいえリックロスにしてはちょっとシンプルだなーなんて思うのですが、なんとこちらのウブロカスタムはリックロスの36歳の誕生日にあのドクター・ドレイがプレゼントしたもので、ウブロビッグバーンは200万円ほどだと思うのですが、しかしこのウブロはダイヤモンドでカスタムされていますよね。なんとこのブリンブリンカスタム費は1000万円以上。ほえーって感じですよね。奴隷のヤバさがさらっと伝わります。いや1200万円ですよ、普通タンプレであげるか。そしてお次のラッパーはドレイク。ドレイクもラッパーとしてはとてもシンプルなファッションを好みます。そんなドレイクの時計はこちら、ロレックスデイデイト。こちらは文字盤の周りと中の数字の部分を全てダイヤにカスタム、非常にシンプルなカスタムとはなっていますが、こちらのお値段は15万ドル、約1700万円と、もはやそれなりにこの時計で家買えちゃいますもんね。でもロレックスのデイデイト、ラッパーたちにはやっぱり人気なんですよね。ちなみにトゥパックもデイデイトのカスタムを愛用していました。まあここまで紹介して、やはり時計もラッパーのスタイルでカスタムの仕方が違うのは面白いですよね。ということでお次のラッパーはこちら、リル・ウェイン。リル・ウェインはキラキラ大好きですからね。もちろん時計のコレクションも大量にあります。どの時計も全てブリンブリンにカスタムしてありますね。そして今回紹介する時計はこちら、ダイヤモンドでカスタムされたショパールの時計。ちょっとはっきりした写真がなかったのですが、この時計リル・ウェインの27歳の誕生日にバードマンがプレゼントしたもので、数百万円のショパールになんと1億円以上のダイヤモンドでカスタム。出たー1億円、もう病気ですよね。喜ぶウェインを見てバードマンも満足そうです。そしてこの時計を身につけサプライズパーティーで散々楽しんだ後はバースデーケーキ。はい、もちろんこちらのケーキ上下2段ともダイヤモンドでコーデ。いやダイヤ食べれないわい。ということでお次はまだ出ていないヤバい2人がいますよね。
そう、 JZ とカニエ大先生。いや、この二人の時計はマジでとんでもないですよ。それでは先にカニエ大先生から紹介していきたいと思います。ヒップホップ業界最強のオシャレ番長として君臨し続ける男、カニエ・ウエスト。独自の世界観を表現するファッションセンスはラッパーという枠を超え、超越したオリジナリティでヒップホップ業界に次々とトレンドを作り上げる、まさにヒップホップ業界のファッションイノベーターと言っても過言ではありません。そんなオシャレ番長のカニエ・ウエストはやはり普通のラッパーとは一味違います。こちらで着用している時計はカルティエクラッシュ、価格は400万円ほど。やはり独特なデザインを好むようです。他にもこちらのピンクの G-SHOCK も愛用しております。こちらの G-SHOCK はあのエイプとのコラボ限定デザイン、価格の方は 13,500 円と、まあ、僕らでも買える庶民的な価格。やはりカニエほどになるとファッションは値段じゃないというのを見せつけてくれますよね。しかしカニエ大先生はこんなもんじゃありません。こちらの時計ティレットのスプラッシュ、価格は約350万円から400万円ほどなのですが、カニエ先生くらいになるとこのティレットを自分好みにカスタムしました。それがこちら、まあ、自分好みっていうかもはや自分の顔表現しちゃいました。こちらのティレットは全て18金、8カラットのブラック、ブラウン、ホワイト、イエローダイヤモンドをふんだんにつけ、さらに水星のクォーツモノグラフも搭載。こちらのカスタム費は2000万円以上ということで、やっぱりこの人どうかしてますよね。2500万円で自分の顔を時計にくっつけちゃうんすよ。いや本当にぶっ飛んでんな。そしてもう一人、カニエ先生と同じくヒップホップ業界トップの大富豪 JZ。 もちろん JZ も時計のコレクションは山ほどあり、こちらリシャール・ミル DLC トゥールビオンは JZ の持つコレクションの一つ。なんとこちらの時計はオリジナルで3000万円、もう家余裕で買えちゃいますからね。しかし JZ にとってこれは序の口、 JZ が愛用する最も高価な腕時計がこちらウブロビッグバンなのですが、なんとダイヤモンドでカスタムというよりはもはや全てがダイヤモンドで覆われております。このウブロビッグバンは1280個のダイヤで覆われており、その価格なんと5億7000万円と、もう全くもって意味がわかりません。そしてこの時計、実は43歳の誕生日にビヨンセからプレゼントされたものなんです。まあビヨンセと JZ の純資産は10億ドル、つまり1000億円を超えてるとも言われていますからね。いやもう本当に次元が違う。しかし JZ 実はもう一つ愛用している時計があるんです。それがこちら TW スティール。こちらの時計はオランダ生まれ、スイス基準に基づくハイクオリティな設計が売りで、 TW スティールのサイトに JZ が愛用していると記載されるほど JZ のお気に入りの時計なんです。 JZ はこのシンプルでクラシックな TW スティールがお気に入りで、価格はなんと500ドル、日本円にして5万7000円。えって思うでしょうが、 JZ はこの TW スティールがお気に入りなんです。いやーここまで行くとやはり金額とかじゃないんでしょうね。そして本日最後に紹介するラッパーはこちら、私企業家ラッパーエイジでございます。いや一応最後にこの動画で紹介したラッパーたち見すぎてイカれた金銭感覚になってんじゃないかなと思ったので、一般庶民の僕の時計を紹介していきたいと思います。エイジが愛用している腕時計はこちら、G-SHOCK GD100GB1JF。 文字盤がゴールドになっており、スポーティーでヒップホップっぽい感じが好きで、特に G-SHOCK のバックライトボタンがサイドになっており、あの G のマークがフロントになってないところが気に入ってます。そしてこちらの価格はなんと11,800円。ほら誰でも購入可能な金額ですよね。庶民的です。しかしこれだけではありません。企業家ラッパーエイジが最も愛用する時計がこちら、 G-SHOCKDW5600BB1 海外モデル。マットブラックで液晶が超シンプルになっているこちらの G-SHOCK、 逆輸入モデルなので液晶のカラーも反転となっています。国内版だとこんな感じなのですが、こちらの価格なんと1万円弱 Amazon で買えちゃいます。ほら超庶民的。しかし僕もラッパーの端くれ、なんとこの DW5600 ブリンブリンカスタムにしちゃいました。こちらのカスタムもちろんダイヤなんて一つもありません。人工ダイヤモンド、高級 CZ ジルコニアダイヤモンドをふんだんにあしらったゴールドモデル。やっぱりラッパーといったらブリンブリンショーということで、こちらのカスタム費は驚きの3万円、時計と合わせると驚愕の4万円と超庶民的ブリンブリンカスタム。どうでしょうか、金銭感覚これで戻ってきましたか。いや僕もこれ別にしょっちゅうつけるわけではないのですが、こちらの G-SHOCK カスタム僕の運営するネットショップで取り扱うことにしたんです。まあなので実際どういったクオリティなのか自分用に一つカスタムしてみたのですが、そもそもだけどどうして僕がこれを取り扱おうと思ったかわかりますか。ここで少しだけビジネスのお話をしたいと思います。この G-SHOCK のブリンブリンカスタム、需要があるのに供給が全く追いついていなかったんです。
まあある日メルカリで時計を検索をしていたら、このブリンブリン G ショックカスタムが即完売になってるということに気がついたんです。そこで僕はおやと思って Google や Amazon、 楽天などで検索してみたのですが、するとこの G ショックのブリンブリンカスタムを販売している業者がほとんどいないということが明らかになりました。つまり買い手はいるのに売り手が少ない状態だったんです。この状態になっていると商品ってたやすく売れるんです。だって需要があるのに売っていないんだから、そこに供給を届ければいいだけなので。なので僕のオンラインショップで取り扱うことにしたんです。これをビジネス業界でリサーチとか市場調査とか言うのですが、このように市場の需要と供給を調べることで確実に売れる商品というのがわかるんです。なので皆様もメルカリなどで即完売している商品を見つけたら、それが市場にどれぐらい出回っているかを調べて、もし供給が少なければ絶対に勝てる勝負です。商品を取り扱っても確実に売れるということになるんですね。ビジネスで失敗する多くの人は供給から作るから失敗してしまうんです。何かを販売する際は需要をしっかりと理解し、その需要に向けた供給を届ける必要があるんですね。もしこれからビジネスをしようと考えている人は、しっかりと需要をリサーチして、そしてその需要に供給を届けるということを意識してビジネスを行ってください。間違ってもこれ売れるかもなんて供給から考えたら絶対に失敗しますからね。ということで本日紹介したラッパーたちの時計いかがでしたでしょうか。いやもうマジで何がなんだかって感じでしたよね。何千万とかマジで無理だわと考えていても、ブリンブリンの時計1個ぐらい欲しいよねって思った方は、ぜひ G-SHOCK カスタムしてみてはいかがでしょうか。販売ページはこの動画の説明欄に記載しております。本体価格と合わせても4万円でお釣りが返ってくるぐらいなので超庶民的っすよね。いずれつける本物のブリンブリンまで、ブリンブリンカスタム G-SHOCK で少しは気が紛れるのではないでしょうか。はい、みたいな感じでいかがでしたでしょうか。本日はですね、ラッパーたちのですね超高級時計をね、まあ、カスタムしている超高級時計についてですね、お話しさせてもらったんですけど、その後にですね、まあね、その何百万何千万何億なんて聞いてると、ちょっと金銭感覚がバグってしまうので、最終的にですね、まあ一般庶民の僕のね時計の方を紹介させていただきました。でね、今日もつけてるんですけど、こういった感じになります。動画内で話してたですね、G-SHOCK のね、5600シリーズの、カスタムになります。でね、こちらの時計ね、まあ自分でカスタムしなきゃなんで、ちょっとね手間はかかるんですけど、だとしてもね、値段の割にはものすごくしっかりしております。作りかなりピカピカで綺麗ですね。はい、映像で見るとねちょっとよくわかんないんだけど、まあ実物見るとねかなり綺麗なので、まあね、ちょっとしたイベントの時とかにまあつけていくのがいいんじゃないかなって思います。はい、でその後にですね、なんでね僕がねこれをね取り扱ったかっていうことについてですね、需要と供給っていうねそのバランスのことについてお話しさせていただきましたね。みんなもねこの動画見てる人とかでね、やっぱ自分でビジネスやってみようとか、将来何かやってみたいなって思ってる人たちたくさんいると思います。僕の LINE 公式にでもですね、まあ将来ね、服屋さんがやりたいとか、ブランドを立ち上げたいとかね、スケボーショップをやりたいって、たくさんの人たちから連絡をいただきます。でその時にね、僕は絶対にアドバイスするのが、それってしっかりとちゃんと需要がありますかということを僕は確認しておりますね。動画内でもお話ししてるんですけど、供給から先に作ってしまうと、需要にぶっ刺さらないので、そうなった場合って商品って絶対売れません。なんだけれど需要があるならば供給を届けるだけでね、ビジネスっていうのは、それで成立します。なのでね、これもですね、実際にそのライバルがものすごく少なかったね、じゃあ僕ここ参入してね、こう宣伝していくことによって市場ってものが奪えるよねということで、僕はですね、こちらの商品っていうのを取り扱うようにしました。こういった感じですね、しっかりと市場のバランスを見てね、需要ってものが存在してて供給が届かないところにその供給を作り上げる、ただそれだけでビジネスが出来上がるんですけど、みんなね供給の方から先に作ってしまおうとするので、やりたいこととかね、こんなのやってみたいとか、あれ売ってみたいとか思うかもしれないんですけど、そこね絶対に間違わないようにしっかりと市場を見た上で、需要にですね供給を届けるというね、しっかりとしたねビジネスのやり方でやってもらえれば大丈夫なので、そこら辺間違ってもらいたくないなと思ったので、今回こういった感じのお話しさせていただきました。という感じで、本日の動画いかがでしたでしょうか。今日の動画面白かったよって思ってくれた人は、ぜひグッドマークの方よろしくお願いします。今後もですねこういった感じで、ヒップホップの情報と、まあ、ビジネスとかマーケティングとか行動心理学とかですね、学べるヒップホップの情報を発信していきたいと思いますので、今後見てってくれるよって方がいてくれたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録の際ですね、こっちかこっちにはベルマークも一緒にチェックしてもらえればありがたいです。ということで本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。キヨクラッパー、イージーアイことエイジでした。また次回もよろしくお願いします。っていうことで、今日無事いないでしょ。さっきまでいたんですけれど、なんとね、これね、今日3カット目でですね、一発目はですね、言うことを、一発目がスロー再生で撮ってしまって、2回目がですね、言うことを間違ってしまったということで、今回ね、もうこれ3回目の、無駄な時間を使ってるので、もう無事も疲れて、下で寝てます。なのでね、いなくなったわけではありません。ということで、また、バイバイ。
僕の LINE 公式では LINE 公式限定動画を定期的に配信中。もっと掘り下げたビジネスの話や YouTube では言えない企業の暴露話などガンガン配信しています。何にも縛られず自由に生きていきたい、ビジネスをやって人生を変えたい、そんな人はぜひ僕の LINE 公式に登録してみてください。また Twitter や Instagram、 ノートやブログなどでビジネスやヒップホップの情報を常に発信していますので、興味のある方はこの動画の説明欄からご確認ください。人生は一度っきり、自由に楽しくやりたいこと全部やっちゃおうぜ。ヒアマンです。これが俺のモート、どんどん稼ぐ、ほんともっともっともっと、みんな指くわえて羨ましいな、ならお前もやめちまえよサラリーマン、ここらでガツンとほら集中だ、ビジネスとヒップホップ一色の YouTuber。